ミミウイルス依存性ウイルススプートニク、またはスプートニクビロファージとはビロファージの一種。ウイルスのままウイルスに寄生しアップムブの増殖を阻害することから語り共生しているサテライトウイルスとは異なる系統であると考えられ、初めてビロファージとして分類される種となった。スプートニクは2008年にアップムブと共に冷却灯の水に生息しているアカントアメーバの アキャンサミバパリファガから発見された。スプートニクはアプムブの内部に入り込んでいる形で発見された。独立したビリオンを形成しているためアプムブとは別の存在であるとみなされている。スプートニクの発見前、このようなウイルスに寄生するウイルスはサテライトウイルスとして知られている種があった。サテライトウイルスは自力で増殖することができず同じ細胞内に 別のヘルパーウイルスが存在することで、初めて増殖が可能なウイルスの総称である。サテライトウイルスはヘルパーウイルスを必要とするが、ヘルパーウイルスの増殖には悪影響を及ぼさないため、一方が液を得る語り強制の関係にあると言える。しかしスプートニクが存在するアップムブは異常なビリオンを形成しやすく、結果的にアップムブの増殖を阻害している。 このような真の意味での規制関係にあるウイルスは、初めての発見であるため、サテライトウイルスとは別系統の種であるとみなされ、ソビエト連邦が世界で初めて打ち上げた人工衛星であるスプートニク1号にちなんで、スプートニクと命名された。ビロハージは、ウイルスにギリシャ語の、食べるを意味するファイがアンマイプシロン用タニューをつなげた、造語である。 これは新生細菌に感染するウイルスの総称である、バクテリオファージに習った命名である。ビロファージは2013年現在で4種しか発見されておらず、語弊がない場合よく研究されている本種を指して、ビロファージと呼ぶ場合もある。ただし、サテライトウイルスと真に別系統か否かは結論が出ていない。スプートニクの外観は50メートルの正二0面体である。 アップムブはカプシド計750ナノメートルという非常に巨大なウイルスであるためスプートニクが何個も寄生している場合がある。外側は13個の主要なカプシドタンパク質で構成されており、エンベロープは持っていない。頂点に相当する部分は日本環状サリーエヌベイの出入り口となる穴が開いている。ゲノムは三百四十三円期体で構成されており、 おそらく21個のタンパク質を高度する遺伝子を持っている。特徴的なのは、生物における3つのドメインである、真核生物、新生細菌、個細菌のいずれにも感染することのできる遺伝子が高度されていることである。3個は耳ミミウイルス由来の遺伝子であり、ウイルス同士の相互作用の結果を示す一例である。4個は新生細菌に感染するバクテリオファージと相同。 一個は個細菌に感染するウイルスと相動である。このことはビロファージが別の巨大なウイルスとの水平感染をする可能性を示している。スプートニクが寄生しているアプムブが異常ビリオンを形成しやすくする理由は不明であるがスプートニクはアプムブのタンパク質を利用して自らを増殖していることが判明している。実験室におけるエーパリファがに、スプートニクが寄生している アップムブを感染させた研究では70%でアップムブの粒子の収率が減少し24時間で陽勤するエーパリファガの数が3分の1となった2012年に1ヶ月用コンタクトレンズを3ヶ月にわたって使用しアカントアメーバによる角膜炎を発症したフランス人からスプートニクと似ているが別のゲノムを持つビロファージが発見され スプートニクビロファージニという名称が付けられている。ありがとうございます。